はい、チャオ岡です。今日はですね、休日ですけども、明日のですね、日経平均先物がですね、また300円近く上がっていますので、まあ、今後のですね、私の、まあ、相場戦略と言いますか、考えであったりとかですね、一応昨日の動画でですねえ、日銀の上田総裁の発言をもってですね、一旦下がった後、そこでね、えー まあ、押し目がいいていますかね。押して上がったところでね、利益を稼げたいと。そして高配当株とかね、低株とか、あーね、行ってこいで下がってきたような銘柄をですね、そこで仕込んで、ね、3月末配当ですね。で、配当も取って、キャピタルゲインとね、それから値上がり益、インカムゲインとキャピタルゲインですね、両方取っていきたいと。 おいうふうに考えていたんですが、上がってしまったというところでね、もう上放たれ今しています。そうして先物が上がっていますけども、まあこれについてね、じゃあ今後どうやって私が考えているのかということと、あとはですね、今夜でも FOMC の、ね、発表ってますかね、ありますよね。で、そこでパウルさんがね、え、利下げをね、年末に話しましたけども、去年のね、えー、やらないんじゃないかと。ちょっと先折りっこりするんじゃないかというですね、リスクも出てきてますよね。これを市場がどう受け止めるかというところで、もしかしたらですね、 明日以降、米国株も今後は崩れていく可能性があります。まあ、米国株はね、死んだを更新し続けていますので、どこでね、はしごを外されるかわからないので、まあ、このあたりのね、警戒感などについても話していこうと思っております。さらにですね、後半ではですね、明日上がるかもしれない銘柄というところで、一応材料が出た順にはなりますけども、そこからですね、注目株をピックアップして3銘柄になります。 結構ね、えー、まあ、業績がですね、急回復していたりとか、それからですね、えー、株の分割ですよねを、を行っているようなですね、銘柄もありますので、ぜひね、最後まで見てもらいたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということはね、えー、早速行ってみましょうということなんですが、日経平均はですね、4万円台に今載せていますよね。トピックスは高値を更新しました。特にですね、えー、ここですよね、不動産が非常に上がってますよね。 それからゼネコンですね。そう僕はあのゼネコンがです、ね、今です、ねえー、上がっていますけども、えー、海外投資家ですね、バスケット買いしてるんじゃないかということを、ね、ちょうど話してたんですよねで。なぜかというと、まずはゼネコン全体がです、ね、株価かセクターとしてです、ね、結構下がっていたんです。今上がってますけどね大きく下がっていたので、えー、こ,れですここがです、ね、結構絶好の買い場になるんじゃないかなと。そして海外投資家はなかなかです、ね、中小企業、まあ、大手の中小企業ですよ。あ中小企業 中小株か小型株ですかね。の名前までですね、まあ把握をしていないので、やはり日本株にまず投資をしようと思うとですね、大手ゼネコンなどは財閥系も多いので、結構名前が知れてますよね。手を出しやすいというのもあるんじゃないかな。それ時価総額も大きいですからね。で、さらに今、日本側ですね、不動産のですね、活性化をしていますので、不動産セクター注目をされていくと思ったので、ちょうどね、海外投資家がおそらく大口機関ですね。 大手ゼネコンをバスケット買いしてるんじゃないかというところで、ね、予想をしていましたけども、まあ、不動産が上がってきたとそれから運送用ですね機,械機器などですね、えー、も上がってきてるとあとは工業ですねこの辺りがまあ,まあ強いとあと銀行系は下がってるということになっていましたね一応ニュースを見るとですね実際にはでも下がっているのはメガ バンク系ですよね。三菱 u a j とか三井住友ですとかですね。一方で、これまで割り連れ去られたですね、定位にあったような、こちらもですね、割安株であったりとか、定位株みたいな、いわゆる地銀系の銘柄はですね、等しく大きく上がっています。だどのセクターを選ぶかも大事ですけども、どの銘柄を選ぶかもね、今非常にまあ重要になっているんじゃないかなと思いますね。まあ、そういった銘柄は、ね、上がっていますので、まあ、今、僕の場合はですね、まあ、下がったところでね、 絶好の会話だと思って待ち構えていましたけども、上がってしまったので、そういったね、銘柄の中でもう売るタイミングに来たものはですね、美味しい果実も実っていますので、今、利活をしているという状況になってますね。だ3月末配当が出て揃った段階でですね、その予測値とともに、一応今月末にですね、1月から3月までのですね、私の利益ですね、こちらもインカムゲインとキャピタルゲインを合わせたものをですね、皆さんに公開したいと思っています。 まあ、配当込みで予想になりますけども、まあ、1100万円ぐらいまで来てるんじゃないかなと思ってますね。またちゃんと証言講座もね、皆さんにもシェアしていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。あとね、日本株が今ですね、先物を含めて大きくね、えー、上跳ねたりして上がっている、もう一つの要因としてはね、 やはり、円安ですよね。151円まで今迫ってますので、昨日の段階で150円だったものが、もう1円近くですね、円安に触れてますので、これもですね、日本市場の底上げ、上放たれを支持していると言ってもいいんじゃないかなとは思っていますね。で、先ほどね、冒頭で話すた通り、一時300円近くまで上がった日経平均の先物はですね、ただ、今、14時半現在ですね、ちょうどさっき、もう一度ですね、確認をしましたら、 まあ、287円まで先物のですね、えー、方は下がっていました。まあ、でもま、あ、上がってることには変わりがないので、今夜ですね、FOMC のパウルさんの発言であったりとか、えー、あとはね、えー、日銀の、日銀じゃないや、えー、米国のですね、今後の利上げ利下げに対してですね、何か酔からうニュースが出ない限りはですね、まあ、明日、 今、だから、木曜日か。もう木曜日かな。あ、もう木曜日か、早い。もう木曜日で、その次はまた花金ですか。めっちゃ早いなと。とちょっとどうでもいい話ですけどね。こんなに毎日が早いっていいのかと。やばいなと。まあ、最近特に慌ただしいので、まあ、時間のスピードがね、うんもうちょ、めちゃくちゃ早く感じますね。というところで、明、ま、日、あ、木曜日はですね、えーまあ、上がって始まる可能性もあります。ただやっぱり気になるところは、えー、もう一つね、えー 今週、先週のですね、週末に話した、まあ、今夜がね、天皇山というところで、一つは日銀のね、上田総裁の、いわゆるゼロ金利解除ですよね。こちらがまあ、ターニングポイントになるんじゃないかなと。そしてもう一つが、パウルさんのね、発言が待たれている FOMC ですよね。 で、ここで、はしごが挟まれて、今度はね、米国株が下がっていくかどうかということになっています。で、市場はですね、リサイク回数の減少と先送りを警戒をしています。まあ、折り込んでるか折り込んでいないのかっていうのはね、ちょっと今のところ、まあ、不明ですけども、やはり我々、ね、日本人の投資家も、そして機関の投資家も、そして海外のおそらくね、アメリカ人のです個人投資家も、去年のね、FOMC での方向性ですよね。 パールさんが、えー、2024年、つまり今年は利下げの年にしていくということで、ドットチャートってね、えー、いわゆる予測値もですね、年7回みたいな。年7回ってことはもう3月とか、今も今も,もちろん今回の FOMC で利下げを行っていないともう間に合わないですからね。そしてさらに、えー、今後ですね、えー、さらに利下げ回数を増やしていくと、まあ。そういった予測でいたわけですね。でも3月はやらない。そして今回もやらないとなると、まあちょっとね、えー 年末ですよね、去年の。このパールさんの発言は、えー、適当だったと言いますかね、うんまあ、嘘だったということになりかねないんですけども、まあそれを、ね、今までずっとメディアは騒ぎ立てていないというところで、その落下のように引っ張られてね、僕は米国株上がってるんじゃないかなと、まあこのチャンネルでは話してきましたけどね、まあ思っています。少なくともゼロではないと思っています。うん、それはないだろうと思いますので、ここでね、まあその撤回はしないと思うんですよ、パールさんもね、巧みに。 その市場との対話をね、えー、繰り広げていますし、まあ浪費ですよね、うん。やるとも言ってないし、やらないとも言ってないみたいな、<laughs> まあそういった玉,色玉虫色でねずっとここまで来てますよね。で上田総裁はちょっともしかしたらねパウルさんをねちょっとこう真似てると言いますか、ああいう形にで市場と対話する可能性もありますよね。まあ非常に過去の、えー、まあ日銀の総裁に比べると市場との対話の仕方がうまいですよね。だからそれはまあ成功モデルとしてパウルさんがいるのかもしれないですね。 うん、やはり本当に優秀な人はねえ、他人の成功とか、他人がやっていることをね、まれ、あ、て、うんまあ、パクってとも言いますけどね、PPT 戦略ですよ、徹底的にパクると、まあ。いい部分とかね、成功する部分とか、うん、それでね、えー、うまくいくんであれば、まあ、別に無駄な作業と言いますかね、無駄な失敗する必要はないので、まあ、ほとんどのお成功してるう、いわゆる投資家もそうですけども、起業家とかね、経営者は、まずは TTP、徹底的にパクるということを行います。そこから自分なりのなオリリジナリティ 生み出したりとか自分のやり方でしょより成功できる自分の理論を確立していくという,うことをすることが、まあ、一番、まあ、その大きな失敗とかで資産を失ったりとか回り道をしないで済む方法ですよね。で、上田総裁もしかしたらねそういったパールさんのやり方見方を招げてる可能性がありますけどもたださすがにその対話もちょっと限界論なんじゃないかなと思っています。で、ここでね、えー、利下げ回数を減少させたりとかしてきた場合はの発言をね まあもしかしたら、えー、米国株はここでね、ピークアウトする可能性もあるんじゃないかなとは見ていますね。あとはちょっと気になる金融と経済の動きをね、見ていこうと思うんですが、日本製鉄ね、u s g ですね、の買収諦めてないですよね。で、ここでね、こんな金融ニュースが出てきたんですけども、仮にですよ、おーね、今あー、反対されてますよね。トランプ前大統領がね、買収を阻止すると発言したりとか、バイデン大統領でさえですね、買収に否定的な考えを出してきたりとか。 で仮にですよ、この u s に対して、ねまあ、日本製鉄ですね、この、ね、プロジェクトを、まあ、承認してくれたら、まあ、否定をしとか、ね、邪魔しないことを、ね、してくれたら、成功した暁にはです、ね、なんとアメリカの方,の方にです、ね、これは確か日本製鉄ですよね、の本社を移転させる計画があるということなんですよ。いや、めっちゃ本気だなと思いましたね。 つまり、u s チ l がね、えー、本社がある、u s l の本社があるで、ね、す。ペンシルバニアですね。えー、こちらの方に、えー、日本製鉄も仲良くですね、えー、本社を移せますよと。<laughs> 大丈夫かと。まあ、社費はおそらく日本に置いておくんでしょうね。工、え、学、ー、機関としてね。ちなみにね、加藤館はね、そういった発表をしますよね。どこだ所沢でしたっけ、えー、本社機能をね、移して。で、えー、もちろん、今あるですね、えー、市ヶ谷ですか、えー、飯田橋かな うん、うちのオフィスの目,のと,目と鼻の先にですはね、角川さんあるんですけどね、えー、そちらの方のも移さないで残しておくと。で、こういった二拠点戦略で、えー、今後はやっていきますよという発表をしますよね。だ全てを打つってことはないと思いますけども、一応本社機能は移転させると。まあそういった形で姿勢を見せることによって、まあ、邪魔しないでくださいと。承認させてくださいということを言ってるんだと思いますけども、まあやはり日本政党の本気とか伝わるよう、ね、に、ここで後に引かないってことですからね。うん、別に大統領が えー、阻止しようが。俺はやるぜ、という気概を感じます。で、まあもちろんね、それに対して USC もー、まあ賛成を大きなにはしないですけども、反対もしないですよね。まあ受け入れ,れる姿勢があるということを言ってますので、まあこのままではね、安い中国製に食い尽くされてしまうということもありますし、 やはりアメリカと日本がね、これまで同盟国として戦ってきたわけですからね、そこはね、まあ、経営陣が本気なんであればね、応援してほしいですし、まあ、成功する確率結構あるなと僕は見ています。やはり、あれですよ、経営陣がその、怯えないとかね、うん、本気で姿勢を見せるってことがやっぱ大事ですよね、リーダーシップとして。で、今回めちゃめちゃ本気を感じるんですよね。でこれは、 やはり今回の買収劇、周りを動かしてね大統領とかその周辺ですよね、うん、を上院議員とかね、これも米国がロビー活動が基本的には9割ですからね、そういった上院議員だこと議員を説得して味方をつけて、もしかしたらうまくいく可能性も。 あるとは思ってますね。まあどうなることやらとになりますけども、まあ注目していきましょうと、株価も含めてね、とは思っています。で、最近はこういったですね、X への投稿ですね、毎朝やってます。もう毎朝ですね。で、一発で運気が上がる方法みたいなですね、ちょっと株式投資とは関係ない話もあげたりとか、あとはね、為替であったりとか、えー、僕のね、株式投資の勉強法ですよね。まあ、こちらもね、文字情報でお届けしていますので、興味がある方はぜひ、微行欄からですね、僕の X をフォローしてもらえたら嬉しいなと思っています。 ということで日経平均のね、えー、明日の戦略っていうことになるんですけども、もう4万円を突破してね、います。なので、明日先物が今ちょっと堅調なので、上がるとしたらね、4万円を超えて、えー、ここから先にですね、進んでいくことになるんじゃないかなと思いますね。そうなると、最初の節目は、この前回高値になってくるんじゃないかなと思いますね。ちょうど3月の上旬に4万円を突破してつけた4万500円ぐらいですかね。 どうなんだろうちょっともう一回ちょっとこれはちょっと後で数値も見ておきますけども、少なくともここが今度、上値抵抗戦になると思いますね。前回の新高値、その直近のですよ。直近の新高値更新をするかしないかというところですね。だから僕はね、4万500円ぐらいなんじゃないかと、節目がね、思っています。次のね。えー、で、ここを超えてきたら、今度はね、新高値更新ってなることになるので、次の節目まで、節目いうかもう節目はないんですけどね、えー。しばらく上昇する可能性もありますね。 さらに、まあ、追い風としてはね、えー、そろそろ3月末配当も近づいてますよね。で、僕は取りに行こうと思ってますので、えー、少なくとも、もう下がらなかったのでね、えー、上田総裁の発言でね、ここからまあ準備をしていた監視メ柄のいくつかをね、えーまあ、下がったところを買いたいんですが、まあ、ちょっと順張りという形で、えー、まだ割安のうちにですね、放出されている中で、えーまあ、選んで購入していきたいなと思ってますけども、 まあそういった3月末配当に対してね、買う投資家が増えれば、まあこの前回高値を突破して上がっていく可能性もあります。まああと今夜の FOMC どちらにしても次第かなと思いますので、まあそこはしっかりとお皆さんでね、見ていきましょうということになりますね。でトピックスは強いですよね、うん。もう大きく上昇して、もう前回高値超えてるんですかね。もう超えてるような見えますね。僕はあんまり上髭は計算に入れないのでね、まあその投資家によってやり方、考え方、スタイルね、 戦略もも違ううと思うのでで人それぞれぞすけども僕は上髭はあまりいい今回とかね、今回も含めてその数値としてカウントしないです。というふうに考えると、もう前回高い突破しているので、日経平均と違ってやはりトピックスは強い流れが継続してますので、まあ、バリュー投資って言いますかね、低、えー、位株とか割安株とか後輩と株投資で、大型株とかね、これまで上がってきたような半導体 AI とは違ったセクターですよね。に資金が流れてるっていう動きは まあそのまま継続すると今のところ言ってもいいんじゃないかなと思っています。で僕はここに集中投資をね、去年の9月から、まあもっと言えばねえ、去年の1月ぐらいにもう皆さんにそれをシェアしてその戦略をですね、え腰散々と準備を続けていて、さらに大きくポジションを築いたのが去年の9月、配当権利落ち日前ですよね。まあ覚えてたらこちらに、ね、その時のサムネイルと言いますか、えー、動画を出しますので、まあもう時間がある方はね、で最近見た方は、ぜひ去年の9月末の 配当ト労牢ー前のですね、動画をね、ちょっと集中して見てもらえたら、そうやって言ってますので、えー、ね、えー、参考にしてもらいたいなと思うんですが、まあ、そこで買った銘柄が今でもね、えー、残っているので、まあ、利益が多いってことになりますよね。あそこで仕込んでなかったら、いくらね、今の上昇相場の中でもね、えー、なかなか1000万近くの利益は出せないと思いますからね。それは一えにその前に買ったからですよねで。なるべく先に、先回りをして先回りをして、その戦略資料をね、えー、を自分で立てたんであれば、 その一歩先をね、えー、打ち立てて、えーまあ銘柄とかあればね、買っていくってことが結構大事ですよね。まあ、先回り戦略ですよ。うん。まあ僕の場合はね、そういった形で、えー、まあバリューシフトが起こるということを予測してね、ここまで来ましたので、ここからさらに上がっていけばね、まあ大きな、さらに利益につながっていくと思いますが、かといって、利確も続けています。まあ売りの三分割ってやり方を僕はしてるんですけども、だからもう多いところではもう2手目入ってます、売りのね。で、3手目に入ってたものはもう目、 僕の証券会社上から当然ないと。すべて利益に変わっているところになりますね。デジタル上の利益からちゃんとした利確をした上での現金に変わっていると。含み益がね。ということになってますね。まあこれについてはちょっとまた、えー、おいおい話していきます。とにかく、デジタル上の利益は、一、え、手、ー、こうになってしまったらね、なくなってしまうので、まあどっかで利確をしていく必要があります。たとえその後上がってもですけどね、まあそんなことは日常三飯事と言いますから、まあ繰り返し起こるので、ね、自分が利確をした後にですよ。さらに上がっていくと。 まこれはししょうううがががななないいいので、ね、防よよ僕の中で一番嫌なのは、やはり行ってこいになることですね。安く買った銘柄が上がった後に、また元に戻ってくる。これを一番嫌いますね。これが僕の中で最悪の最悪手悪なんですよ。なので、まあ、覆面が出てね、その後上がってしまったとしても、狙い通り利確ができたんであれば、そっちの方が僕はあの、重宝って言いますかね、重要視しますね。 まあ、その理由はちょっとまたちょっと長くなるので、今日レギュラー動画なので、えー、週末とかね、えー、で話していきたいと思っております。あとね、注目3名柄いうことで、えー、材料が出てね、明日上がるかもしれないところで話していこうとは思いますけども、まずはこちらの材料ですね。ファーストアカウンティングですね。えー、株式分割に伴い配当予測を修正ということで、まあ、4月30日でですね、一、えー、株を2、えー、要は分割ですね。の株式分割を行うということで、一株を 2, 2分割ですね。 まあこちらがまあ材料として出ております。こちら全てホームページに出てますから、えー、興味がある方はね、公、え、示、ー、されている情報をね、えー、参照してもらいたいなと思っております。で、ファーストアカウンティングはですね、えー、経理特化型の AI で業務管理、まあ、生産性管理ですね、向上を行うという会社で、えーまあ、結構こういったセクターもね、えー、フリーとか、えー、ベンチャーでも結構ありますけども、上場している会社の中でもね、まあ,あ,あまり聞いたことなかったですけどもね、これのどん、どうなそういったシステムを提供してるんですかね。そういった、そのいわゆる そういった提供するでつまりその下請けとしてのシステム会社のお金それとも自社製品があってね、えー、実際にフリーのように、えー、そのサービスを提供してるのかどっちなんですかねまあそこまで調べなかったんですけど聞いたことはなかったとだ製品名が違うのかもしれないですねもしかしたらフリーだったら申し訳ないですけど <laughs> いやそれはないと思いますけどねでファーストアカウンティングですね株価はですね直近ですね2月から一気に急騰を始めましてただね、えー、この3月に入ってからちょっと難聴になっています ただこれテク,テクニカル上で見ると、25日同意期数のところまで来て、一応ここが一つ目のね、下値サポートとして見れますので、ここからですね、この材料によってですね、明日以降、再びですね、反発を遂げていくんじゃないかと、そう判断する投資家ではですね、ご自身で調べてみても面白いんじゃないかなということでご紹介しました。で、続いての二つ目の銘柄ですね、こちらが日本 ギア工業ですね。今期計上40%情報修正ということで、配当も2円増額ですね。で、従来予測のね、10億円から21億円ですね、に情報修正してきたということで、しかも前期は、まあ、10億円近くということで、まあ、前期よりもさらに、まあね、かなり決算内容もいいですので、こちらはね、まああの、本当にですね、この情報修正したと、去年に比べてもね、あと予想に比べてもと。 言えますので、まあ、バブル系の、バルブ、バルブですね。バルブ系の、まあ、製品を扱っているということで、まあ、こういったね、えー、電動アクチュエーターですね。グラディエーターじゃないですよ。<laughs> アクチュエーターね。という形で、このバルブ系、ね、にはなるんですけども、えー、まあ、世界最高峰と一応ホームページではありましたね。 またね、この原子力系のね、えー、バルブも行っているということで、えー、まあ、興味がある方はね、ホームページの方もいろいろ見てもらいたいなと思っています。で、決算内容もですね、えー、単身として、えー、ホームページに公示されていますからね、まあ、非常に良い決算だったので、詳しく調べたい方はホームページのね、えー、単身の方も調べてみてくださいと。で、株価の方はですね、こちらも2月に急騰してるんですよね、急騰爆上げして、で、このね、えー、第二波動で、 ちょっっっとピークアウトして、てて今、南朝にですね、下がいる状況になっていまただ75日同意件数ですね、さっきは25日でしたけども、75日同意件数のところにタッチをすると、一応テクニカル上ですね、これ反発する傾向が強いですね、日本ギア工業ですね。まあ、このテクニカル上の,この再現性が今回また来るんであれば、この、ね、サポート内に指示されて、材料ともでもに、ね、上がっていく可能性もあるんじゃないかなと。 いうところで、これポジショントークでも何でもないですね。テクニカルで見て、誰が見ても、75日でえ反発をしてますからね。このテクニカルのラインを、ジムなりですね、検証してみたら面白いんじゃないかな、ということでご紹介しました。で、続いての材料がですね、メルコホールディングスになりますね。今期最終92%情報修正ってことだよね。で、従来予測の12億円から23億円ってことだよね。で、前期は30億円なので、こちらは前期に比べると、下方 修正はさ現役なんですよ。現役なんですけども、一応予測よりはね、会社が出した、まあ、情報修正と。だ先ほどはちょっと違いますよね。もともと現役なんですけども、予測は低かったので、まあ、情報修正と。まあ、これはちゃんと見た方がいいんですよ。分けた方がいいって形ですね。保守的だったってことですね。読みがね。うん、保守的ではない、うん。保守的だったってことだ。ごめんなさい。保守的だったってことですね。 で、メルコホールディングスよく聞きますよね。まあ僕はね、まあ,あ結構ね、えー、もう相場歴25年になりますので、何度もね、えー、今じゃないですよ。過去。25年の中で取引させていただいてね、利益も出,せ出させていただいているメーカーになるんですけども、まああまりその事業内容をですね、詳しく調べたことなかったんですよ。まあ何度かあるかもしれないですけど、記憶には残ってなかった。どうしてもメルコという名前引っ張られてしまってね。メルコか、なんだろう、みたいなね。 そうしたらですね、メルコホールディングス、今回ね、YouTube で紹介するためにちゃんと調べたら、あの、バッファローとかをね、扱っているという企業でしたね。何より驚いたのが、ね、バッファローとか扱ってて結構大きな会社ですよ。上場してますし、当然。ホームページ出さみたいなね。これ回収なんでしないんだろう。もちろんホールディングスなのでね、各バッファローとかね、えー、他のおグループのね、企業に行けばちゃんとしっかりとしたね。 えー、ホームページになって回収はされているんですけども、なんでこのホールディングスのメルコホールディングスね、えー、ホームページ変えないんだろうっていう、まあ変える必要がない、わかります。うん。他のね、えー、グループ会社のそれぞれが頑張ってれば、ね、どうせ自社のホームページなんか、株主しか見ないし、あとね、機関投資家とかね、海外投資家とか、でもまあそろそろ変えましょうよみたいなふうにね、あまりにもちょっとホームページが、えー、旧態依然としてるのでね、思ってしまったということで、ちょっと株価とは関係ないですけどね。で、こちらもね、決算内容べてホームページに出てますから、 の方ね、こちらの材料も合わせてみてくださいということになるんですが、今回ね、結構定位に、まあ、今、えー、下がってきている銘柄はが結構多かったと思うんですが、メルコもですね、このですね、去年の11月にピークをつけた後ですね、えー、3600円からですね、約3100円まで何兆、えー、にです、ね、株価を下げてきています。そして200日の平均層も割ってですね、まあ、ダブルボトムをつけて、この材料が交換された場合ですけどね、うん、ちょっと保守的な材料なので、ね、情報修正といってもね、まあ、どういうふうに判断されるかはちょっとわからないですけども、 まあダブルボトムをつけてね、ここからね、上昇していくような、あまあそういった流れにも見えますので、えー、興味がある方はね、アドゴーシ市の方で、えー、この材料をね、いろいろ調べてみたらいいんじゃないかなと。でちなみに利回りはですね、3.68ということで、えー、配当利回りは結構高いですね。えー、なので、配当があ3月なのかなうん、配当権利がね。3月だった場合は、まあまあね、配当権利落ち日も近いので、えー、面白いことになるかもしれないですね。 ということで、えー、今日はね、えー、以上になります。まあ、どちらにしても今夜 FOMC もありますし、まあ、かかとを浮かせね、常に臨戦態勢でいましょうということになりますよね。まあ、僕の場合はですね、まあ、ここから上がっていくんであれば、まあ、配当権利用値日も来てしまうのでね、あと残り営業日で10日ぐらいですか。まあ、割安のところをね、ちょっと拾っていく、いこうかなと思って、今日ね、休日ですけども、えー、出社をしてですね、いろいろちょっと証券会社の そういっった、ね、スクリーニングで、えー、いろいろ調べててる状況になってます一番いいのは、一番いいのはまあ、今夜の FOMC で下がって、日本株もで、ね、再び崩れて、行、まあ、ってこいで、ね、狙っている銘柄が下がってくることなんですけどね。まあ、それを予測して期待していたんですが、それを起こらなかったので、まあ、ここから後イトとかね、そういった銘柄をちょっとや、えー、安いに放置されているものは今日洗って、うん、調べてです、ね、狙っていきたいとは思っています。ということで、えー、今日は以上になります。高速で